それでは今回のゲストをご紹介させていただきますゲストは2005年に株式取引を始めてから今年ついに10億円以上の利益を達成したデイトレーダーとして有名なテサさんですテサさんよろしくお願いしますよろしくお願いします ちょうどテスタさんには、まあ、前回いただいたのは10月ですので1年ぶりということでして、はい,早いです、ねはい、この企画ねあの、まあ、あの1年間やってるんですけれどもクリック数でいうと、まあ、テスタさんが今のこのナンバーワンということですので、うん、やはり圧倒的な人気はそうでいやいやいやうれしいですし、ねまああのー、今ね結構相場環境厳しいところですけれども勝ち続けて今年ついに10億円を達成されたといったところですから、はい、まあ皆さんねあのその辺に対して、まあ、興味関心もあると思うんですけれども。 はい、いつもあのブログとかツイッターでも情報を配信されてますけれどもそういったところではつぶやけない情報なんかもですねお話しいただいて、まあ、今日はいろいろとお伺いしていきたいと思います。はい ではあの早速あのお話をお伺いしていきたいところなんですけれども、はいはい、まずあの日経平均がね今年に入ってから結構下落基調というか、そうですね。まああの全体的に厳しい相場が続いているんですけれども、やっぱりこうまあテッサーさんデイトレーダーですから、もう少し部分は少ないとやはりやりづらい状況ですか。そうですね。やっぱりデイトレーダーとしてでも、うん、もうやっぱり買いの方がどうしても僕は多いので、やはり下落基調の方が。うん しんどいのはしんどくなりますね、うん、今年に入ってからで言う特にこう年初に大きく下落したといったところがあったんですけども、うん、ああいった相場と今みたいなこうなぎみたいな相場ってどちらがまだいいんですかね。そうですねでもどちらかというと、うん、結局動かないと利益は出せないので、うん、全く動かないよりは下落の方がどっちかというと良かったりするんですけども、うん、ただまあ ダラダラ下げられるのもやっぱり、うんうん、辛くて、うん、どうせ下げるなら大きく下げて大きくリバウンドみたいな流れの方がやりやすかったわりはしますね。うんうんうん あの今年に入ってからまああのマーケットでよく意識されていることとしてまあ昨年とかで言って年金とかいろいろ話題になってましたけどこやっぱなんといっても日銀ですかね。うん、ETF の買い入れが今で言うとまあ多い日で一時700億を超えるという形になってますけれどもこの辺って意識されたりしますかうんそうですね、僕自体はあんまり意識しないですかね。うん、やっぱり 特に僕はスキャルピングっていって時間軸をすごい短い取引でやってるので、うんはい、あまりうん個別銘柄を中心に見てて、うんうん、あんまり日銀がどうこうっていうのは例えば政策を決める決定会合の日とかは注目しますけれども他の日ははあんまり意識はしてないなですかね、うん、結構あの日銀が入る日になると、まあ、5倍よりから入るからとかいうより。 碁、まあ、場からちょっと顕著になったりとか、うん、そういったところもあると思うんですけどもそういった情報はあまり意識されないでそうですねあまりそれを、うん、あのパターン化してしまうと、うん、逆にいったときに大きく食らっちゃったりするので基本はみんなが考えてることと、うん、逆を常に考えることを基本にしてるんで、うん、だからあんまり考えてないですかね。うん あとはまあその特にインパクトが大きく出る時と,として、まあ、先日もそうなんですけど今年、ね、日銀がこう政策決定を発表した日というのは、うん、1>, まあ1日で1000円以上も、ね、乱高下する日もあったのかなというところですけどもこういったところというのはあの避けて取引を避けるのか、まあ、もしくは売買チャンスとして積極的に取引されるかどちらなんですかうん僕の場合はチャンスがあれば入るという感じですかね。うん、最悪 あの取れなくても大きくマイナスにならなければいいので様子見っていう手もあるけど、うんうん、ただチャンスだと思ったら実際の投資っていうのは例えば日経平均のレバー型を取り引するとかもしくはこうマイナス金とかで言銀行株が急落したりとか銀行株をやるとかそういった際の銘柄選定ってどうやってやられてるんですかね、うん そうですねやっぱり僕は銀行を基本に見ててうん、うん、あとは不動産とかやっぱり板があるのと、うん、で、まあ、不動産の方が軽いのは軽いので、うん、値動きが大きくなるのでうん、うん、その2つをまあ重点的にに見るようにはしてます、うん、今年あのマイナス金利を導入した時でいうと結構激しい値動きだったと思うんですけどもその辺って動きに乗っていくような形でやられたのかそれともこう情報を咀しして 高知かなと思ってやったとかってか基本はもう出てから値、うん、動きに沿ってバイバイってて売買すする感じですねうん、うん、だから出る前結局値動きを見てて、うん、その、うん、内容はあんまり僕は重視しないので、うん、出,て出た後に値動きを見てうん、うん、でそっちの方向にまだ変われるのかとかうん、うん、逆にあの途中で急に U ターンしてっていうこともありますから。うんうんうん その時は逆に空売りしたりとかっていうふ、ね、うに、うん、基本的にそういった時っていうのは成功したパターンが多かったのかちょっと食らってしまったパターンが多かったけどちらでした、まあ、ほぼほぼ成功する時のが多いんですけどやっぱりその寝動きがあって出来高がある時っていうのが僕が一番得意とする時なんでそれさえ発生してくれれば自分的には。 取れる可能性は高い,高いですね、うん、逆に今年その失敗してしてまっったたこととかかあったんですかね失敗はもう毎日のようにありますけども、はい、大きな失敗は年初に、うん、えっと桜インターネットを空売りして、はい、それですごい毎日のようにストップ高に行かれてうん、うん、1>, で1億円ぐらい損したこととうん、うん、あと途中でも普通に毎日 うん、ちょっと無理して売買してる時があって、うんうん、でその時もまた、えー、1億円ぐらいトータルで負けましたけど、うん、やっぱりこう下落相場とかになるとまあ無期になってこう取り切ってしまう方も多いんですけどやっぱりそういった状況で、うん、まあ負けたからといってさらにこう資金を投入するっていうのはあんまよくないんですかねもちろんそううですねやっぱりあの自分が負けている時とのは、うん、単純にマーケットと 自分のやり方が合ってない可能性の方が高いのでうん、うん、その時にお金を追加したり、うん、大きくいくっていうのは、うん、やっぱり倫にかなってないので、うん、あのそれは避けた方がいいと思いますね。うん、そのテサさんがそのマーケットとの波長が合わなくなった時にこうん僕の場合は、うんまあ、デイトレードが多いので一、うん、日一日、えー、リセットするようには心がけてるんですけども。うんうん やはり大きく負けてる時とかは、うん、どうしても精神的に、うんえー、しんどかったりっていうのはあるからうん、うん、そういう時は株と別のことをして、うんうん、リフレッシュしたりっていうのは、うん、とにかく次の日の朝にはフラットの状態でうん、うん、あのパソコンの前に座るっていうことを心がけてますかねちなみにどんなことをされてリ,セリフレッシュされるんですかうん、でも一番多いのは寝ることですけどねとにかく寝て起きてすっきりしてうん、うん、えっと そししてて今までの履歴を振りり返った直近はすごい負けてるけど、うん、トータルで見れば大したことないとかっていう風に自分でマインドコントロールして、うんえー、フラットの状態に戻すっていうのはやってますかね、うん、逆に買った時も、うん、あの大きくならずに、うん、あのフラットの状態で次の日にやることが大事ですから、うん、買った時もそれは心がけてますね。うん まあじゃあ基本的にその大きく桜インターネットやられたとしても、まあ、あの一晩空ければ比較的はリセットというかリフレッシュできる。そうですね、はい、あれはまあちょっとスイング気味だったんで、うんうん、でも終わっ,た終わって決済した時はもう気にし,、うん、気にしないで、うん、次の日からまた1からスタートみたいな感じでやったので、うんうん、だから今はその2回大きく負けましたけども、うん、今年で言えばまだ。 また十分なプラスに今のところなってますし、うんうん、やはり、うん、トータルが大事ですから、うん、あの一年通して、えー、トータルでプラスにしていくっていうのが大事だと思いますね。うん、よくあの負けるてしまった方がですね、こう取り返そうとして、あの同じ銘柄でもう一回取引で取り返そうとする方って結構多いんですけど、テサさんの場合にはそういったあの場合って銘柄を変えてしまうのか。 同じ銘柄にこだわるかかってどちらですあのやっぱり相性が悪かったり、うん、自分が合ってない可能性が高いですし、うん、そもそもそのうん銘柄に固執することに特に意味もないですから、うん、もちろんその負けた銘柄が同じように次の日も大きく動いてるんであればその限りはやりますけれども、うん、動かなくなったら逆にすごい儲かってる銘柄があったとしてもそれが たび動かなくなったら、うん、もうすぐに監視からあとまあその手んはそんなにないかもしれませんけれども、まあ、スイングトレードでね、あのー、盛り上がった後結果的にこう決済できなくて持ち続けてしまっている方なんかもいらっしゃると思うんですけどもうん、うん、やっっぱそういういいのって良くないですかねもちろんそうですそれはもう、あのー、もともと自分が上がると思って買ってるはずですから、うん、それがもう下がった時点で、うん、そのトレードはお終わりと考えて。うんうん 決済するのがいいと思います、うん、あと、まあ、あのテッサさんみたいにこうボリュームというかワンショットの資金が大きい方で仮にこう逃げ遅れてしまってですね、うん、その銘柄の売買がもう盛り下がってしまった時とかっていうのはそれは僕もよくあるんですけどもうん板何枚分も買ってしまってでピタッて動きが止まって。うんうん 投げようとしたらもうすごい下まで行ってしまうみたいな時はあるんですけどもまず大事なのはそうなるところまでその結局うん板に対してそんなに何枚分も買ったら利確、うん、しようとしてもその何枚分か損しちゃうわけですからうん,、うん、うーんあまり抱えないようにするのが大事ですけどもし抱えてしまった時はもう。うんうん どう,しようもないです、ね、だからもうその大きな板に目がけて、うん、段階的に投げていく一、うん、回で投げたら突き抜けちゃうんで、うん、あの少しずつ投げていくしかなくて、うん、まあそれはいつも僕が、えー、大負けすするるとは大体それです、うん、なるほどとちょっと暗い話ばっかりお伺いしてしまったんですけどもまあ10億円達成したということは勝っている部分はそれ以上に大きいというところでして、まあ、今年その。 下がってる局面でもまあ利益を出すような銘柄はそれにあったといったところですかね。そうですねあの、まあ、単発単発で盛り上がる銘柄は、うん、あ,のありますし、うん、特にデートレードの場合は、うん、極端に言えばその日1銘柄でも大きく動いたり大きく上がってくれればほか、うん、がほかがいくら下がっても大丈夫だったりするんで、うんうん、そこはうん地合いの影響は受けにくいなと思います。うん、今年その まあ大きく利益を上げられた銘柄としてなんか思い出に残っている銘柄があればいくつかお伺いしたいんですけどもそうですねでもやっぱりうん,うんパッと浮かぶのは任天堂ぐらいしかなくて<ー>あとは本当うんいろんな銘柄をあとはまんべんなくやってるっていう感じですかね。うんうん、やっぱり今年でいうと任天堂が一番もうそうですね,そすですねあれはその今までの その1日の当初の売買代金の記録も抜いたりしましたから、はい、やはり、えー、今年一番盛り上がった銘柄ではないでしょうか、うん、あのその大成功したと言われる任天堂なんですけれども、まあ、あの第3部でね詳しくその手法についてお伺いしていきたいところなんですけれどもどれぐらい利益を上げられたんですかえー、多分ぶんうん7000万ぐらいですかね素晴らしいですね。 7,000億の売買代金でちょうど7,000万といったところですのでたまたまですね <laughs> はい <laughs> といったところですけれども、まあ、やはりまあ任天堂があったので今年はその損益期を大きく回復させられたといったところなんですかねそうですねやはり任天堂みたいなああいう銘柄が出てきてくれたことは、うん、とても大きかったと思います、うん、ではねその7,000万円を稼いだという任天堂の取引手法については第3部で詳しく手法についてお伺いしていきたいと思います はい、2> 第2部は以上となります。はい